こんにちは、です、えー、今日のテーマはね、とうとうやってきましたね、このテーマですね。 えー、有料級ノウハウ。誰でも月10万円稼げる中国輸入せどりのやり方を無料公開っていうね、えー、非常に要望の多かったこのテーマを今日やっていきたいと思います。えー、でね、僕の簡単なプロフィールです。えー、高校生の時に起業して現在起業歴20年以上です。で、現在はね、経済的自由を達成して友達向けにお金の知識を発信してます。で、もう少しプロフィールに興味のある方はね、えー、この辺の動画を見ていただければと思います。全部ね、動画の概要欄に貼っておきますんでね。えー、で、今日の質問ですね、テーマにも関する質問です。えー、楽天ポイントせどりにチャレンジして成果が出てきました。 今後さらに大きな金額を稼いでいこうとするとどうすればいいか困っています学長は中国輸入が一つのキーワードだとおっしゃっていました自分でも中国輸入を始めてみましたがなかなかやり方を調べきれなかったりうまくいきません良さそうな情報を見つけてもメルマガやラインアットに誘導され最終的に高額の塾に入れと言われます えー、価値ある情報は有料でも仕方がないと思いますが、周りの人や学長の工学塾で騙される人が多い話を聞いて悩んでいます。えー、失礼なお願いですが、学長に中国輸入のヒントだけでもいただけないでしょうか。魚そのものを与えて欲しいわけではなく、魚の取り方を覚えたいのでアドバイスをいただけると嬉しいですっていうね、こういう質問をいただいたんで、えー、解説していきたいと思います。でね、解説に行く前の、えー、前提条件とね、えー、ちょっとこの動画を作った思いなんですけどね、まずですね、中国輸入ですよ。面白いですよ。本当にね、中国収入制度より面白いです。えー、稼げるチャン チャンスもいいっぱいあるんですねで人によっては、えー、国内のせどりとか楽天ポイントせどりより簡単という人も多いんですねで。数ヶ月で数十万円稼げるようになったなんていう報告も多数上がっててで、これで会社辞めることになりましたとかっていう報告も結構受けてるんですよね。で実際僕の、えー、友人たちも、正月から数万円利益を上げてたりとかね、本当に少額から始めれるのに稼げる天井も、えー、高いってことで、えー、非常にね中国輸入せどり面白いし、稼げるチャンスがあっておすすめなんですねで今日はもう本当にね。 えー、有料級の、えー、その辺の工学塾でももうここまでまとまってないんじゃないかっていうぐらいのね本当、ね、に内容にね仕上げたつもりです、えー、もうまとめるのにねこのマップ数日以上かかりましたで本当に魂を込めて初心者向けにね現時点の最高のものを仕上げましたでその分ねちょっと動画長いですでもねこれを見て、えー、行動すれば、えー、稼げるようになりますよと非常にその可能性高いですよということでね超具体的にやり方突っ込んでね解説していきたいと思いますでね、えー、全部もちろんね無料で配信してますんで で安心ししてほしい何で,で無料なのかってことをねちょっと話しておきたいんですけどもともとね友達とか家族向けの発信だからなんですねでこのチャンネルでは最高の金融教育を無料で提供するってねそれからユーザーからお金はもらわないとで自由な人が一人でも増えてくれたら嬉しいっていねそういう思いでやってますでたまにねそういうこと言ってるといやいや何を言ってんねんとアフィリ広告貼ってるじゃないかとかねまあそんな意見も聞いたりするんですけど、えー、紹介料がもらえるから何かサービスとか商品を紹介して してるんじゃないんですね本当に心からおすすめできるいいものだから紹介してるんだと紹介料があろうがなかろうが紹介してる商品だよってことですねで視聴者から直接お金を取ることもないですしねでさらにねじゃあ無料でやればいいじゃないかってねまあ無料でやってるんですけど、えー、広告すら貼らなかったらいいじゃないかと、えー、全部お前がお金を出せなんてね言う人もいるんですけど、えー、クリエイターたちにはね報酬は発生するべきだって当然考えるんですね僕,僕自身はよかったとしても当然ね手伝ってくれるクリエイターたちには報酬は発生僕自身は良かったとしても当然ね手伝ってくれるクリエイターたちには報酬は発生 するべきだと 例えば動画を編集してくれたりとか、YouTube を見やすくしてくれたりとか、資料の調査手伝ってくれたりとかね、図解とかイラスト作ってくれたりとか、漫画動画を作ってくれたりとかね、ブログ化してくれたりと、えー、いうことで、このチャンネルで出た広告料っていうのはね、クリエイターたちにどんどん還元するんだと。そういうことによってさらにいいコンテンツができると。で視聴者の皆さんにもさらにいい情報が提供できるようになると。えー、そうなると、より豊かな生活に近づいていけると思うんでね、間接的に視聴者の皆さんにも還元できるっていう、こういうね、えー、流れになったらいいかなと。 思ってますで、ねえー、実際、お金儲け目的で、ね、やってみると、この YouTube、ね、とか Twitter とかいろんなのものやってるんですけど、実際やってみると、もう全然、ね、労力とは割に合わないですよ。お金儲け最優先って考えると、今やってるような内容ってもう全く割に合わないです。えー、お金目的でやってたら、ね、もう、とうに、ねえー、有料で配信してますね。もう有料化してます でもちろんね価値ある情報は有料であるべきだって僕も思ってるんですよそれはその人の過去の経験とか英知っていうものが詰まってるからですよネットで出てくる情報であったとしてもそれを調べたりまとめたりするだけでもすごく手間がかかるわけですねそこにまとめ量は入るんだと。 なんで、情報を有料で売ってる人っていうのを、ね、否定する気もないと、たまに情報を有料で売ってる人たちが全員嫌いなんですかとか言われたりするんですけども、も全然そんなことないよと、各自が何をやってるかなんて、それはもうその人の自由ですか僕がね商売ど何をやってるとか、その人に対してどうこう思うことってないですね、否定する気も当然ないですしね。で一方で、高、え、額、ー、塾とかね、えー、詐欺とか、価値あるものだったらいいんですけど、えー、そうじゃない高額塾であったり、もう詐欺まがいとか、ぼったくりに騙されていって結局稼げないとか、そういう人たちね、毎日たくさん相談来る。 騙されたってやっぱり思う人たちっていうのがたくさんいるわけですね。工学塾に入ったんだけど全く稼げずお金がなくなっちゃったとか、具体的なノウハウを何も教えてくれなかったとか、お金振り込んだ後1週間で講師と連絡が取れなくなったとか、えー、塾でプライベートまで介入されたとか、次のカモを探すだけのマルチ商法だったみたいなね、お金持ちになる方法はお金持ちになる方法を売ることですみたいなね、えー、言われただけとか、まあ、いろんなのが来るわけですね。もちろん購入する側のリテラシーっていうのも必要なんですけど、やっぱりこういった相談も非常に多いと。 で友達とか家族にそういった目にあってほしくないなということでね、こんな一部の情報商材じゃないのかとかね、まあ、情報商材に限らずですけど、世の中にはそういうものいろいろあふれてますから、で一部じゃないのかって話なんですけど、かなりね、やっぱりこういうノウハウとか、そういったものに対してはもう世の中ぼったくりだらけなんですよね。 なんで家族とか友達はそういう目にあってほしくないなと思うわけですね。で、自由になりたい、豊かに生きたい、えー、そう思ってる人の少しでも力になれたらいいなということでね。えー、ただ、それに有料だろうが無料だろうが、えー、自分で行動しないと成果は出ませんよっていうのも購入者側にも伝えたいことですね。この情報でね、今日の情報で、えー、もう行動できないのであれば、少なくとも中国せどり、輸入せどりに関しては、もう有料の情報を買ったところで一緒だと思います。成果は出ないですよと。えー、やらない人はやっぱやらないんで、最後は自分の行動ですよと。 やるかやらないかだけというレベルのねノウハウまで持ってきたつもりなんでまずこれからねやってみてもらうのがいいんじゃないかなとで今日は背取りのお話なんですけどいいいい金融教育っっってててのがが本に広がってくれたらいいなと思ってるんですね。今お金に不自由さっていうのを感じてる人多いと思うんですけどお金に不自由さを感じてるっていう人は知らないことでちょっとずつ損してるんだよと。 でその知らない、その損の積み重ねで不自由さがあるわけなんでね。なんで知って行動していけば誰でも自由に近づけると。僕たちはそういうお金の教育とか受けてきてないんでそこがスポット抜け落ちてしまってるんですね。義務教育でね。だからその部分を学んでいけば伸びしろはまだまだあるんだよと、えー。そんな情報をね、日々発信していけたら、えー、僕自身はね、いいかなと思ってます。と、えー、いうことで長くなりました。あさあ行きましょうと。お金の稼ぎ方の一つですね。中国輸入せどり、えー。これについて解説していきたいと思います。えー、じゃあ解説行きますけども。 えー、そもそも中国輸入せどりとはってことでね中国輸入せどりって何と、えー、要は物価の安い中国から物を仕入れて日本で販売するっていうねせど、えー、りの手法ですということですねで今回説明するのは、えー、中国のショッピングサイトから仕入れて例えばアリババとかタオバオとかねアリエクスプレスとか、えー、この辺の有名な中国のショッピングサイトから仕入れて日本のショッピングサイトで売るっていうね、えー、例えばメルカリだったりヤフオクだったりアマゾンだったり、えー、ウェブショップだったりとかねまあいろいろあるんですけどそれ それ,ぞれ、えー、どんなサイトかっていうのを後で解説するんですけど中国のショッピングサイトから仕入れて日本のショッピングサイトで売るんだよとそれが、えー、中,国せどり中国輸入せどりなんだよってだけ覚えておいてもらったらねいいと思います十分ですで、えー、中国輸入せどりのおすすめのポイントですねなんでおすすめするのかってことなんですけどまだ利益率が高いとかいろいろあるんですけどね少額、ね、から始められるしオリジナル商品を開発できるしで国内仕入れよりライバルが少ないんですね利益商品を見つけやすいとそれから取り扱い商品が多いと それから英語とか中国語が話せなくても十分なんとかなるんですね。えー、日本語のみでも OK ということでね。英語喋れない僕の友達、中国語当然喋れない僕の友達でもね、えー、たくさん稼いでる人います。 でえー、逆に注意点はどんなことかというと、日本国内での低下がないんでね、リサーチ力がちょっと必要だったりとか、えー、輸入代行業者を使わないといけなかったりとか、まあ、中国独特のもので品質が悪かったりとか、まあ、関税がかかったりとか、そういう計算が少々複雑なんですね。とか、まあ、情報が少ないとか、いろいろあるんですけど、ざっくりこんな感じですね。で今日はわからないことね、全部解決すると思うんで、安心してください。えー、順番にね、えー、これから全部解説していきますからね。 でまず、中国のショッピングサイトについて解説したいんですけど、えー、アリババ、タオバ、オ、アリエクスプレスっていうのがあるんですけどね、えー、順番にいきます。まず、このアリババですね、中国版アマゾンのようなね、メルカリのようなもんと思ってもらえたらとりあえず OK かなと、中国ではね、最安で買えることが多いんですね。だから、アリババで仕入れてるっていう人非常に多いと思うんです。なんで仕入れ先の有力候補になるよと。で1価あたりのロット数が大きくなりがちなんですね。業者にもよるんですけど、2個から OK っていう業者もあれば、もう100個から仕入れてくれないと受け付けない よっっててな、ね、業者もあって、まあ、タオバオと比べて比較的に大きなロットが求められることが多いんですね。で中国100%中国語のためね基本的に代行業者を通す必要があるんですね。 代行業者っていうのは、えー、商品が工場から手元に届くまでをやってくれる業者でねこの業者を使えば中国輸入がお手軽になるんですね、えー、この代行業者については後で説明しますちなみにねアリババってね検索するとアリババ日本語版っていうのもあるんですけどあのこっちはね中国から見て海外向けなんですよ、えー、アリババ本体の方はね、えー、こっちなんですけど、えー、こっちの方のサイトなんですけどもう一つねアリババ日本語版っていうのもあって、えー、グアリババグローバル版ですねこっちね日本語対応してるじゃないか ってえー、見えるんですけど、これはね、ちょっとね、違うんですよ。こっちを使うことはないと。えー、本家のアリババとね、仕入れ単価が運んの差があるんですね。グローバル版なんで。要は、えー、こっちは皆さん使っちゃダメだよと。えー、この辺ね、同じアリババなんですけど、日本語出てきたやんって思う人いるかもしれないですけど、間違えないようにね、してくださいね。で、それから次、タオバオの特徴ですね。アリババについて商品の金額が安いんですよ。で、中間業者が多くって、その分ね、小ロットで仕入れができるんですね。 でタオバオはね、ロット1個からっていうところが多いんですけど、その代わりにね、アリババより2、3割程度高いってね。えー、なんでしょう、ちょっとそれぞれ、えー、特徴があって、まあ、アリババの方を使うことが多いんじゃないかなと思うんですけど、アリババと同じく、こっちも100%中国語のためにね、基本的に代行、えー、業者っていうのを通す必要があるということですね、タオバオ。それからアリエクスプレスですね、3つ目がね。特徴としてね、小ロットから買えるんですよ。1個から買えるし。 でね、代行業者を通す必要がないんですね。で国際発送してくれるんで、普通に日本に直接商品送ってくれるんですよ。で、販売ページが一応英語なんで、まだなんとか読めると。まあ、少々使い勝手の悪い楽天みたいなもんだって思ってもらえるとね、えー、いいんじゃないかなと思います。 なんでね、まあ、初心者はアリエクスプレスから始めることとか多いんですけど、えー、上記3サイトに共通しているのは、同一商品を複数業者が違う値段で売ってるんですね。同じ商品なのに複数業者が違う値段で売ってると。なんで同じ商品でも安かったり高かったりするってことなんで、えー、商品1個見つけてもね、いろいろ調べていかないとと,と、えー。それからアプリもあってね、画像検索機能っていうのがね、優秀なんですよ。非常にね。 AI が見た目の近い、ちょっと今これ出てないんですけど、AI が見た目の近い商品を検索してくれるんですね。これについてはね、後で、えー、画像付きでやっていくんでね、えー、このアプリで画像検索機能っていうのが非常に優秀でね、えー、このスマホのアプリっていうのを使っていくことになると思うんですけど、で、どのサイトを使うのがおすすめかってことなんですけど、お手軽にしたいんだったらアリエクスプレスですね。えー、小ロットで買えるからです。で、日本語が不自由な楽天市場っていう感覚で買えるんで、 不明点とかもほとんどないから調べる必要がないんじゃないかなと。で慣れてきたらアリババとかタオバオに,タオバオに、ね、移っていけばいいかなと思いますで。がっつりやりたいんだったらアリババタオバオになりますね。代行業者を挟むんで手間とか時間が増えるんですよね。なんですけど、とりあえずこの3つだけでも十分仕入れ先は、ね、ビジネスとして成立するんでね、えー、この3つだけ押さえておいてもらえたら十分だなと思います。それから、えー、次代行業者についてですね。 次にね何回も名前が出てる代行業者ってものについて解説していきたいと思いますそもそもねなぜ代行業者を使わないといけないのかっていう2つの理由なんですけど語学の問題と品質の問題が関係してくるんですね 語学の問題は何かっていうと、基本工場とかは中国語のみっていうね、えー、ところがほとんどなわけです。中国語でやり取りしないといけないと。で、中国語を喋れる人の方が少ないですよね、日本だったらね。で、品質の問題ともう一つが、仕入れた商品は不良品な場合っていうのが多くあるんですね。で、不良品の状態のまま、えー、中国の国外に出てしまうとね、もう返品が効かなくなっちゃうんですよ。 なんで、えー、アリババとタオバオの場合は、代行業者っていうのを挟んで、検品作業だったりとかね、えー、通訳ってものをしてもらう必要が発生するんですね。えー、ただ、アリエクスプレスの場合だったら、えー、直でね、仕入れることが、日本に送ってもらうってことが可能なため、えー、この代行業者っていうのはいらないんですけど、えー、アリババとかね、タオバオを使う場合は、えー、これらの問題から代行業者を使わないといけないと。 でじゃあ代行業者を使うと一体どうなるのということなんですけど仕入れするときにね、えー、工場と交渉してくれたりとか商品が到着したら不良品がないか検品してくれるんですね向こうの方で,で不良品の場合返品してくれたりあとニーズに合わせて商品の日本語の説明書を作ってくれたりとか服のねタグを付け直ししてくれたりねとか、えー、さらに Amazon に直送できるように Amazon 納品用の商品ラベルも貼ってくれたりとかこういったことをねちょっとかゆいところに手が届くとそういうことをしてくれるんですよ。 どんな代行業者がおすすめかっていうと、えー、手数料が5%以内で固定コストがなくって日本語でやり取り可能な業者っていうのをおすすめしますとでそんな代行業者どこで見つけたらいいのって話なんですけどインターネットでね中国輸入代行業者とかって検索で見つかりますでもやっぱりどこがいいかわからないっていう人はこの後ね紹介しますんで、えー、そのね紹介する代行業者で始めてみるといいと思いますラクマートっていうところなんですけど後でね解説します でここまでで、えー、中国輸入せどりの仕組みと、それからどっから仕入れるのか、代行業者、これらについて学んできました。じゃあ次はね、ここからですね、どうやって売れる商品を探して輸入するのかっていうのを具体的に解説していきたいと思います。どうやって売れる商品を探して輸入するのか、ここですよね、大きく詰まるところね、概要みたいなのは大体わかっても、実際どうするんだと、えー。基本的にはね、次の4ステップになります。えー、まず、えー、ステップ1が商品候補を探すと。 でステップ2がこの商品候補の仕入れ値を調べるとで。ステップ3がこの商品候補がね、利益が出る商品か計算すると。で利益が出る商品なんだったらステップ4で輸入するという、この4ステップで、えー、輸入していくことになります。アリエクスプレスとアリババ、それぞれの仕入れパターンに、ね、分けて解説していきたいと思いますで、ね。まずね、こっちですね。超初心者と。アリエクスプレスで仕入れる方法からですね。まず商品候補を探そうということですね。 でリサーチなんですけど、どうやって探したらいいかってよく聞かれるんですけど、まずはね、えー、自分が欲しいって思うもので OK だと思います。えー、機能面とか最初あんま気にせずに、機能的なところはあんまり気にせずに、見た目だけで OK だと思います。で興味があるカテゴリーを開いて、商品のね写真を眺めていくと、カタログを見るような感覚で探すっていうのが最初は探しやすいんじゃないかなと思いますね。 もうかる商品のおすすめ条件なんですけど、輸入転売の3つの定義に当てはまるものの方がいいです。小さい、軽い、壊れにくいですね。えー、それから、高回転率ですね。月に10個以上売れてる実績がありますと。えー、とか、理想は15個以上ぐらい、ね、売れてるものの方がいいんですけど、調べ方は、ね、後で全部解説しますからで。価格が把握できると。仕入れ値と売り値が計算できるっていうね、えー。これらが大事じゃないかなと思います。計算方法も全部解説しますんでね。で商品を探すコツですね。 えー、中国のショッピングサイトで商品を探して、日本のショッピングサイトで売れるか確認するっていう手法と、日本のショッピングサイトで、えー、既に売れてる商品を探して、中国のショッピングサイトで同じ商品を仕入れるっていう手法と、まあ、大きく2つあるんだよと。えーね、で、この1つ目のね、 中国のショッピングサイトで商品を探して、日本のショッピングサイトで、えー、これに似たものとか、これ売れてるかなって確認する手法の場合、他のセドラーが仕入れてないとか、新規商品を見つけやすいんですね。えー、新規商品がもし見つかった場合、いわゆるブルーオーシャンと、中国で売ってるものからね、えー、売れるものを宝の山というかの中、宝の山を探すみたいな、えー、そんな感じになりますね。なんで日本にまだない商品とかだったら、えー、非常に、ね、新規商品だったらいわゆるブルーオーシャンと。 ただ、えー、その場合でも他のセドラが仕入れてない理由があるかもしれないんで、それはね、えー、注意しましょうと。えー、危険物だったり、とかかさばるとか壊れやすいとかね、写真と実物が大きく異なるとか、まあいろんな理由があったりするんですけど、こんなんも全部ね、後で解説します。でね、えー、日本のショッピングサイト、例えばメルカリとかで商品を探して、売れてそうなものを探してね、で中国のショッピングサイトで同じ商品を仕入れるっていう手法があるんですね。 で他のセドラーも仕入れてる商品のみ、えー、リサーチできると、えー、逆に言うとう他の人もやってるし商品しかしリサーチできない、ね、いわゆるレッドオーシャンっていう見方もあるんですけど注意点は非常に減るんですけども売れてる商品だからただ価格競争に巻き込まれるかもしれないっていそれぞれ、まあ、そんな特徴があるんですね で、そうやってだけ言われても、どっちから見たらいいのかわかんないよってね、どっから見たらいいのかわかんないっていう人いると思うんで、そういう人はまあアパレルとかペット用品とかスポーツ用品とかアクセサリー小物とか、まあこの辺からやってみるといいんじゃないかなと。もちろん慣れてきたらどんどん他のジャンル行ったらいいんですけどね。 で、えー、この時の注意として、ブランドの模造品とかっていうのは絶対取り扱わないようにしてくださいね、えー。有名ブランドの人気商品の模造品とかも数多く売ってるんですよ、中国のサイトで見るとね。え、この何十万円もしてるようなブレスレットとかピアスとかが、え、なんか1個数百円みたいなんで売ってて、で、2体商品ですとか言ってメールカリで売っててね、それでも利益取ったりした人結構いるんですけど、えー、税関で没収されることがあるし、永久アカウント停止処分になることがあるしね、フリマアプリの方とかで。で知らない周りね、えー、商標法違反っていうのが 適用されてしまうとひどい場合にはもう捕まってしまう場合とかもあるんで、犯罪行為になっちゃうんでね、絶対にやらないようにしてくださいねということです。もうどう考えてもこれ、あのブランドのこの商品やみたいなのはやめようねってことですね。で、今日は仕入れる一例としてね、えー、なんか変な発音になりましたけど、今日は仕入れる一例として、えー、これですね、見つけた商品の中からね、まあ探していくとね、ほんとたくさん見つかると思います。ただ今日は仕入れる一例として、この商品ですね。 えー、これです。アリエクスプレスでムーンランプっていうのを見つけたんでね、えー、これをもし売りたいと、えー、考えたとしましょうってうことですね。えー、ちょっと大きいんですけどね、さっき言ってた小さくてとか壊れにくくてとか、まあ、壊れにくいかもしれないですけど、ちょっとね、えー、大きいんですけどね、小さいって言いにくいんですけど、まあ、これをね、見つけて、で、これを、えー、売りたいと思ったと考えましょうと。これを商品候補にしようということですね。 で、次に、えー、商品候補の仕入れ値を調べようと、さっき探した商品候補の仕入れ値を調べるわけですね。一番安い業者を探すんですよ。アリエキスプレス内の業者間って価格が異なる場合があるんですね。だからさっきのムーンランプとかが出てたけど、さっき探し当てたページの業者が一番安いかどうかって、これはわからないことなんで、えー、同じ商品でもっと安く売ってる業者がいないかどうかっていうのをリサーチするんですね。でその検索方法は2パターンあって、えー、画像で検索とパターン1が。アリエキスプレス内で画像を検索するとね、えーさっきの商品 の画像検索って機能があるんで画像で検索すると見た目の近い商品を検索してくれるんですね。こんな感じでほぼほぼね精度高くて出てくるんでいろんな業者見つけることができるんですね。だからこれとかだったら同じ商品なのにねこれ772とか801とかいろいろ書いてますけど値段がねそれぞれ違いますよね。なんで一番安いところを探すとただこの373って書いてるやつこれ一番安いように思うんですけど送料がかかっちゃうんで送料含めてね全部計算しないといけないんですね。 それから、商品名で検索とパターン2が、えー、ムーンランプとかムーンとかランプとかね、月ランプとかで検索すると文言で検索するわけですねでキーワードで検索ですると類似商品がたくさん出てくるのでこっちから探してみると,、えー、い,うこという方法があって、まあ、どこのどっちかで探していくんですけど、えー、この中で、ね、送料を含めた最安値の業者を探し出すということですね画像検索の方が使うこと多いんじゃないかなと思いますけどね で、一番安い業者を見つけたと。商品構想候補を見つけたし、一番安い業者を見つけたとえ。そうすると次、利益が出る商品かを計算していかないといけないわけですね、えー。たくさん売れてるかどうか、売れてないかどうかっていうのを調べるんですけど、えー、売れてる、えー、たくさん売れてる場合は、これはラッキーですよね。他のセドラーも利益が出せてるっていう可能性があるんだよねでね。もしも売れてないと。ライバルがいない場合は、えー、これもラッキーですね、えー。その商品を独占できるかもしれないと,ということで、まあ、売れてる商品なのか、売れてない商品なのかと。いくら安く、ね、仕入れることができても、売れてなかった ったらら、えー、話にななないといととうことなんで、えー、売れてるのか売れてないのかとかね、ライバルとか、えー、チェックしてみようということですね。ただ、売れてなかった、ライバルいなかった場合、もしかしたらその商品を独占できるかもしれない可能性もあるから、だから別にこれはね、売れてないからイコールダメとはならないんでね、えー、そこは総合的に判断したいんですけど、えー、まずその方法ですね、ライバルをまずはチェックしてみようということですね。販売プラットフォーム、は次、販売先調べるんですよ。さっきの調べたムーンランプ、私は仮にですけど、100円で仕入れることができる100と。えー100円 で仕入れることができるのであればこれが売れてるのかどうか売れてるんだったらいくらで売れてるのかっていうのを調べていかないといけないわけですね リサーチすると、えー。例えばメルカリで検索してライバルがいるかっていうのをチェックしたらいいんですね。えー、販売先が今度プラコういうとこメルカリとかなるんでね、えー。商品名とか画像で検索したらいいわけで、えー、新品未使用の、えー、売り切れに絞って検索すると、えー、売れた数がね、直近の売れた数がわかるわけですから。で、このムーンランプの場合、だいたいね、1500円から5000円以上ぐらい、このぐらいの価格でだいたい売れてたんですね。 でついでに出品者の商品リストっていうのもチェックするといいと思います。このムーンランプを出してる出品者が他にどんなものを出品してるのかっていうのも一緒に見とくとね、この商品同じようにセドラライバルがどんな商品で利益を出してるのかっていうのがね、わかりやすいんで、そういうリサーチ方法もあるよってことですね。 でまずライバルチェックしてみようと。で、えー、そこそこ売れてたんで、えー、実際計算してみようということですね。えー、この送料無料772円ってね、さっきやったんですけど、これで仕入れるとしますと。これアリエキスプレスの画面ですけど、送料無料の772円ね、えー、これを仕入れるとしますと。でさっきね、えー、メルカリで調べてみると、1500円から5000円ぐらいで取引されてたわけですね。で、ざっくり販売価格3000円としましょうと。でメルカリの販売手数料って10%なんですね。 で、まとめましょうと。まず、販売価格は3000円で売れてるよと。メルカリでね。3000円ぐらいでだいたい売れてたよと。1500円から5000円ぐらいで取引されてるんだけど、まあ、間を取って3000円で売れたとしようと。で、メルカリの手数料は10%かかるよと、ね。仕入れの原価は、アリーケスプレスで772円で仕入れれるよと。で、送料は800円としようと。ね。ね でいうと、えー、こういう計算式になるんですね、えー、3000円販売手数料3000円から手数料の300円を引いてさらに送料お客さんに発送するまでの送料800円を引いて、えー、仕入れ値の772円を引くと、えー、そうすると1128円の利益になったよっていうね、えー、こういうことですねこれ1個売るごとに1100円利益が出るってことになりますねでさっきの商品ね中国から勘の言い,い方はね中国から日本の送料どうすんのっていう話なんですけど中国から日本までの送料込みの金額だったんでねこれ送料 無料,無料って、えー、書いてますから、えー、そのパターンなんで中国から日本までの送料とかはいらないよとでここで重要なのはね利益を見て再度計算してみるってことが大事なんですねさっきは3000円で計算したんですけど今度はミニマムのね販売価格で計算してみたいんですね例えば3000じゃなくって1500円で売れたとしようとすると、えー、1500円で売れてね、えー、それで販売手数料で150円取られてでそこから800円で,、えー、でさらに772円仕入れね,、えー、ねかかってしまうとマイナス222十 2円になっちゃうんですねそうすると赤字になっちゃったと。思ったより安くしか売れなかったら赤字になってしまうっていう、そういうことなんですね。で、こうやって計算していくのがすごく大事でね。でもしこの上でさっきみたいに、あ1個売るごとに1000円ぐらい利益が取れそうだなとかって思うんだったら、今度は回転率っていうのをチェックするんですね。えー、回転率とはと。 えー、一定期間内に商品がどれぐらい売れたかってことです。いくら利益がさっきみたいに出る商品であっても、あくまで売れたらっていう話なんで、1ヶ月に1個しか売れなかったら、1000円しか儲からないわけじゃないですかで。他の人も売ってるかもしれないし、自分は売れないかもしれないしね。売れたら利益取れるんだけど、そもそも売れるのかどうかってのを見ないといけないんですね。でそのためにこの回転率ってのを見ないといけないんですよ。例えば、1ヶ月で10個売れてると。メルカリで1ヶ月で10個売れてると。ね、で、市場に今20個出回ってると。そうなると、大体 自分が出品しても2ヶ月ぐらいで自分のもどこかのタイミングで売れるかなとかねそんな感じの予測を立てるのに役立つんですねだから回転率ってのを見るの非常に重要なんですよでさっきのね例のムーンランプっていうのは1ヶ月に10個ペースで売れてるんですねこれどうやって調べるかっていうとメルカリで新品未使用売り切れでね一定期間内に売れてる個数を数えるんですよそうすると半年間で60個売れてたんですねということは1ヶ月10個売れてるっていうそういう計算になりますよね もちろん時期によって多少違いはあるけど、だいたいこのぐらい売れてるであろうっていうねで。あとは販売中の商品数とのバランスですね。ね新品未使用販売中で今度は検索をかけて、えー、1ヶ月10個ぐらい売れるのは分かったんだけど、今現在どのぐらい出品されてるのかと。100個とか出てたらね、自分1ヶ月10個ーペースでしか売れないのに、えー、今市場に100個出てたらあ、自分はちょっと10ヶ月ぐらいかかるよなとかね、在庫になるかもしれないなとか、ねえー。1週間以内の出品数、この場合15個だったんですよ。 なんで、えー、10個1ヶ月10個だったら2週間に5個売れるっていう計算だから、えー、待ってたら売れるかもなとかね。 えー、初めはこの感覚がちょっと難しいかもしれないんで23個程度ね仕入れてみるといいと思いますこの辺はねもう感覚値になってくるんで、えー、最後はねある程度計算で出せるんですけどあこのぐらい売れててこのぐらいだったらあ売れるんじゃないかな自分が出したら売れるんじゃないかなとか最後はね a ーの感覚値になるんで、えー、この感覚がちょっとだけ難しいんでなんで最初は小ロットでね23個程度仕入れてみるのが非常にいいと思いますでね、えー、厳密には、えー、この検索結果見ても分かると思うんですけどムーンランプとかって検索してますけど、えー、違うものが含まれてますよね だから、えー、これらは除外して、えー、数えていかないといけないですね。なので違う商品とかは当然、えー、個数から外して、えー、カウントしていきましょうと自分でね、えー、計算していくわけですね1個ずつね。で、えー、その他仕入れる際の注意事項なんですけど販売手数料と送料を引いて利益が残らないんだったらもう仕入れないと、えー、当然ですよね利益が出る見込みのある商品を仕入れるってことですね。 で利益が出るからって言って、えー、大きなロットで仕入れてしまうとキャッシュフローが悪くなっちゃうんですね。やっぱ売れるまでに時間かかりますから。えー、なんで許容できるどのぐらい量とか率っていうのは、えー、懐事情と相談しようと。お金持ってる人とか余裕ある人だったらいいんですけどね。なんでもうとにかく少ない個数から仕入れて初めての方向けなんで練習してみましょうと。で、たくさん売れたからって言って、1種類をあんまり大量に仕入れすぎても在庫不良ね、陥るんで、えー、注意しましょうと。あんまり売れたからって言って1種類たくさん仕入れると、これはこれでね。 ね、在庫抱えてちょっとね良くないんで、えー、やっぱこの辺のバランスですね、えー、利益率も回転率も高い場合に、えー、仕入れようねってことですね。 まず利益が出せる商品じゃないと仕入れちゃいけないし、いくら利益が売れたら利益が出るって言っても、それは売れた場合に利益が出るっていう話なんで、この回転率っていうのもちゃんと見ようねってことですね。でここまでの状況を満たせたら、えー、ステップ4、輸入するに、えー、進んでいくわけですね。えー、利益商品こう、商品の候補探して、えー、仕入れ値で一番安いとこ調べて、で、利益が出る商品がちゃんと計算して、で、利益が出そうな見込みがあるんだったら、えー、輸入しようってうことですね。 で、上述の通りね、このアリエキスプレスっていうのは日本語対応してるんでね、えー、直で仕入れること可能なんですよ。なんで楽天みたいに買うだけのイメージなんで、特に難しいこと何もないと思います。もうそのまま買えばいいだけなんで、えー、問題なく皆さん仕入れることできると思います。ということでね、これでアリエキスプレスからの輸入はできたわけですね。えー、次はアリババで輸入するっていうパターンを解説していきたいかなと思います。こっちがね、アリエキスプレスが超初心者向けなんで、まずこっちから仕入れてもらったらいいと思います。で、こっちで慣れたら、今度はアリババでね、えー、仕入れていってもらったらもっとより、 利益を取っていいいけるんじゃないかなかと思いますでね次は今度、アリババで仕入れる方,向方法をね計算していきたいと思います、えー。このステップ1ですね、同じですけどね、基本的に流れは、えー、商品候補をまた探すわけですねで。アリババで探していく場合も、基本はね、さっきのアリエクスプレスの流れなんですね。えー、なんですけど、 えなんですけど、えー、今回はさっきはなんか売れそうなものはないかなーって、アレエクスプレスで探してから、えー、日本で売れてるか調べましたよね。なんか面白そうな商品ないかなーって、アレエクスプレスで探して、あ、このムーンライムーンランプ売れるんじゃないかなーって思って、えー、日本でメルカリでどのぐらい売れてるのかってね、えー、調べてみて、で、利益取れそうだから仕入れてみようかなーとか、えー、そういうふうに探したパターンですよね。で、今回は、日本のフリマアプリ,アプリですでに売れてるっていうものを探して、えー、中国から安く仕入れるパターンと、今回はこっちで話していきたいかなと思います。 メルカリでリサーチしてみましょうってうことですね。す、え、で、ー、にメルカリで日本で売れてるものを検索して、それを安く中国から仕入れて同じ商品を販売しようっていう、そういうことです。で、メルカリで商品広報を探す方法なんですけど、今回はメルカリのおすすめ商品のアクセサリーの中からネックレスっていうので、えー、リサーチしてみましょう。今日のところはですよ、皆さんは好きなものもちろんやってもらったらいいんですけど、今日はこんな感じでね、やってみたいと思います。で、どんなネックレスを探すのかってことなんですけど、 たくさん売れてるライバルがいるネックレスですね。他のセドラーも利益が出せてるって考えてるね、可能性が高いからですよ。やっぱり利益出てる商品しか皆さん出してないんで、なんでね、この辺の他のセドラーも利益が出せるって考えてる可能性が高い、たくさん売れてるネックレスを仕入れようと。結果ね、表示画面から条件を絞るんですね。検索結果の表示画面からね、探しましょうと、この絞り込みのとこを押してもらうといろいろね、条件を絞り込めるんですね。新品未使用の売り切れ。 えここですね、えー、細かい検索,、えー、検索条件ですね,ね。商品の状態を新品未使用にして販売状況、売り切れ、えー、この条件でね検索してみましょう。そうするとね、い、え、ろ、ー、んなの出てくると思うんですけど、その中から、綺麗かつ加工されてるっていう商品を見つけるんですよ。この中から。例えばこれだったら緑のマークですね。 えー、この緑のマークついてるものですね綺麗かつ加工されてるいかにも素人が出したみたいなこの真ん中の、えー、商品とかね、まあ、机の上でなんかちょっと素人っぽいじゃないですかこういう商品とかは、えー、除外して綺麗かつ加工されてる商品を見つけようってことですね例えばモデルを使ってる写真だったりとか、えー、明らかに写真のプロが撮影してたり、えー、加工してるような商品ですね で今回はこのハート型のネックレスっていうのが見つかったんでちょっと探してるとき見つかったんでねこのハート型のネックレスっていうのを、えー、候補にしてみましょうとでなんで、えー、モデルさん使ってたりとか綺麗に加工してる商品、えー、写真をね使ってる、えー、ものを商品を探すのっていうとこれは、えー、こういった商品は、えー、考えてみてもらうと分かると思うんですけど当然モデルさん使ったりとか自分がね物を売ろうとするときにモデルさん使ったりとか写真こんな風にここまできれいに加工したりしますか皆さんしないですよねできない人も多いしねでこういった た商品っていうのは一般層じゃなくってセドラーが出してるっていう可能性があるんですねっていうことは利益が出る商品だってことなんですよでアリババとかタオバオの商品ページの写真を載せてると素人がこんな加工しないですからね なんで、利益が出る商品である可能性が高いんで、そういうふうな探し方をしていくんですね。で回転率もこの段階でチェックしましょうと。さっきのネックレスね、売れそうだなと思ったら回転率もこの段階でチェックしておきましょうと。一定期間内に商品がどれぐらい売れたかっていうのも探してね、見て。で、同じ商品が月間どのぐらい売れてるかっていうのもリサーチしておきましょうと。えー、検索条件ですね。えー、検索条件を新品未使用と、えー。売り切れに絞ってキーワードを再度検索ですね。 今回のネックレスだったら、オープンハート、ネックレス、レディースとかで再度キーワード検索してみたりしてね。で1ヶ月にどれくらい、えー、数が売れてるか、えー、金額の幅どのくらいの、例えば1000円から最高で3000円で落ちてたなとかね。 何日ぐらい前に売れてる商品かとかっていうのを見ていくわけですね。えー、で、売れた日にちっていうのは必ず1個1個ね、これ探していくしかないんですよ。売れてるなぁと。えーね、商品探して売れてるなぁ、5日前に売れてるんだなと。これ、売れた商品をね、地道にカウントしていくしかないんですね。Excel とかスプレッドシートとか使ってる人多いですね。で、この段階で、一番高い値段と真ん中の値段と一番安い値段もメモっとくと、後々ね、利益が出る商品かを計算するときに使いやすいんで、同じ商品であっても、あ、これ5000円なんだ、これ3000円なんだ、これ1500 なんだでいつぐらいなんだとかね最近は安くなってきてるんだなとかそういうのが分かってくるんですよでこのネックレスの場合高回転率なんですね月に10個以上売れてるんで、まあ、候補としましょうとで要は似たような商品っていうかね同じ商品が月間どのぐらいいくらで売れてるのかっていうのを調べてるわけですねでここまできたら、えー、ステップ2にねいってみたいかなと思います えこのステップにいいですね、次。まず商品候補をこれで探せたと。酒のネックレスですね。ハート型のネックレスを商品候補を探せたよと。えー、そうすると今度、商品候補の仕入れ値を調べましょうと。でアリババを Web で見るかアプリをインストールですね。今度、アリババで調べるわけですからね。えー、さっきのメルカリの、えー、ハート型のネックレス、これを仕入れたいんだけど、えー、これの仕入れ値がいくらかを調べていくと。で、今回はアリババで、えー、仕入れていくんで、アリババをで探そうってことですね。Web で,で見るかアプリをインストールってなるんですけど、えー、このウェブでね、探し していくパターンと、えー、のアリババですねウェブで探していくパターンと、あと画像検索の機能ねあるんですけど、アプリの方がねおすすめだよって、えー、画像検索ができるからですね。で 画像でね検索と。これパソコンからできたのかなちょっとスマホからだと思うんですけどね。画像で検索。大体僕の周りはね、スマホで検索してますね。画像で検索すると、ここの部分ですね。見た目の近い商品っていうのを検索してくれるんですよ。ここですね。見た目の近い商品。このカメラのね、ところを使って、さっきの商品のハート型のネックレスありましたよね。あの写真を、このカメラのマークを押してアップロードというか、同じものを検索してくれるんですね。ここの写真をアップすると。 されてる商品と同じ商品というのをね自動で探してくれるんですよさっきの、えー、画像を指定するとね、えー、で購入された回数を見ましょうと、えー、こんな感じでねすっごくね、えー、精度高く出てくるんですよさっきのオープンハートのネックレスね、えー、画像検索するとこんな感じでバあっとね出てくるんですよで購入された回数を見てみましょうと えこのね成功数ってねえ読めるんですけどこういう風になってるとこですね画像の丸がついてるとこです817とか48とかねえこれ購入された回数です多ければ多いほど品質の信頼性が高いっていう商品になるんですねであくまでもえ目安ですよここが0だから品質が悪いってこともないんですけどえたくさん売れてるえ商品たくさん仕入れられてる商品だからそれなりに品質もいいことが多いよねっていうねえそういうことですね で、目当てのね商品のロット数とか価格をね、把握するわけですね。えー、さっきの商品と同じもの見つかりましたと。えー、そうすると、ここを見るわけですね。2.2から2.8ってなってますよね。これ円マークですけど、後で言いますけど、弦ですからね。アリババの場合ね。 で、この2って書いてますね。こっちにも2って書いてます2件って書いてますね。これは、えー、どういうことかっていうと、えー、ロット数ですね、えー。この小さい丸のこの2件って書いてた方が、えー、ロット数なんですよ。1回のロット数は2個しか、2個からしか受け付けないよって意味です。で、場合によっては1回あたり数十とか数百単位のロットもあるんで、えー、要注意と。で、価格なんですけど、次ね、えー。円マークになってるんですけど、ここね。 これ、あ、1個 2, 2円なんだって思う人いるかもしれないですけど、これ2円じゃないんですよ。円、えー、マークになってるんですけど、実際は人民元なんですね。1人民元ってあんまり使ってない方は、馴染みない方多いと思うんですけど、約16円ぐらいです。今、2020年の1月ですけど。えー、画像の場合だったら、1個あたりね、2.2から2.8元になります。 で、金額に幅があるのはなんでっていうと、随時ね、受注生産だからなんです、えー。材料費とかに変動があるんで、その都度変わるんですよ。で、代行業者に見積もりを依頼して、初めて金額が確定するっていう、えー、そういうことになってきますね。で、さらに、これだけじゃないんですね。ここに以下がかかってくるんです。代、え、行、ー、業者の手数料とか、工場から代行業者までの中国国内輸送費とか、日本までの国際送料とか、えー、ペーパルっていうものを使うんでね、決済手数料とか関税とかね、 こういっったものがかかってくるんです、ね、じゃあこれね、計算じゃ一気にややこしくなっちゃったと、どうやって計算したらいいんかはもうよくわかんないってね、い、え、う、ー、いらっしゃると思うんで、えー、そういう方に向けてね、もうご安心くださいと。魔法の計算式っていうのを教えます。えー、原での価格かける25円で、だ大体の販売原価っていうのをね、把握できるんですね。まあ、ちょっとよくわかんないと思うんですけど、えー、これね、魔法の計算式なんですよ。小物とかですけどね、原での価格、さっきの2.2元かける25円で、大体の販売原価をね、把握できるようになる ですね、でどういうことか、この25円って一体何なのって、一応ね、これがわせず分からなかったら、えー、計算ね、後からできないと思うんで、この25円の内訳ね、えー、紹介したいと思います、えー。まず16円分ですね、25円の内訳のうちの16円分、25円中の16円は何かっていうと、これはね、えー、人民元の分です。1元16円なんでね、えー、その分が16円と、それから9円の内訳が何かっていうと、えー、これらの内訳が、えー、さっきのね、えー、紹介したって、もろもろの手数料です。代行業者の手数料とか、送料とか、関税とか、 消、ねまあ、費用分と、えー、大体これが9円ぐらいになるんですね、これぐらいの小物だったらね。だから16円かける、あ16円足す9円で25円と、えー、いうことになりますね。 で、上記のネックレスね、さっきの、えー、ネックレスですけど、1個あたり、えー、2.8元としましょうと、このネックレスがね、えー、仕入れ値が2.8元と、えー、しますと、仮に。そうすると、仕入れ原価の1個あたりね、2.8元かける25円すると70円になるんで、だいたい70円が1個あたりの仕入れ原価になるよと、えー。リサーチするときにそれぞれ毎回細かく計算するとすっごい大変だと思うんで、なんで、アリババの金額かける25円でね、だいたいの原価を把握しましょうと。もちろん最後は はちゃんんとと見積もりしないといけないいいけけですけどリサーチの段階ではですよ毎回毎回計算してられないんでね、えー、軽くて小さい商品とかは大体これで、ね、十分ですアパレルとかアクセサリーとかねで大きめな商品だったら送料もかさもんでプラス15円とかするとかね対応が必要なんですけどあくまでリサーチのための概算だと思ってもらえたらいいと思いますでもちろんものによって実際は見積もりをして計算してみないと分かんないんですよで見積もりは最終代行業者っていうところに依頼することになるんでね なんですけど大体この25円で計算したらわ、えー、かるよっていうそういうことになりますね。 えー、大体ね、これで伝わったら嬉しいんですけどね。えー、で、次、えー、ステップ3と、えー、商品広報の仕入れ値調べたわけですね。商品候補をメルカリとか売れそうな商品をまず国内で探して、で、同じものを、えー、中国からね、仕入れようと、もっと安く仕入れれないのかなとか、いくらで仕入れてるのかなっていうのを調べてみて、で、ね、利益が出る商品かっていうのを計算するわけですね。仕入れ値が分かったわけだから。えー、ハート型のネックレスっていうね、えー、この商品は仕入れ原価が1個あたり70円でしたよね。で、メルカリでいくらで取引されてるかっていうのを見てみると、えー 1,500円から2,500円ぐらいでね、さっき取引されてたんで、まあ、1,500円から2,500円で取引されてるとしましょうと。えー、最安値で1,500円。で、真ん中の価格だったら2,000円でしたよね。で、もし真ん中の価格、えー、中央値のね、まあ、2,000円で売れてたとすると、えー、販売価格は2,000円。で、メルカリの手数料は10%。で、送料は195円。で、仕入れ原価は70円と。 これを計算式に当てはめてみると、まず2000円で売れて、でメルカリ手数料200円が引かれて、で送料でお客さんまでの送料で195円引かれて、で、仕入れ原価の70円が引かれると。でそうすると合計1535 15円の利益になるんですね。これが理想の利益と。予想外に美味しい商品を見つけちゃったんですけどね。普通はもう少し利益率が低いです。今回ね、割と利益率良かったんですけどね。 で今度は2000円じゃなくって、最安値の1500円で売れたとしましょうと、えー。そうするとこういう計算になります。まず1500円で売れて、手数料は150円かかってメルカリのね。 でそれから、えー、これマイナスに個ついちゃってますけど、送料が195円で、それから仕入れ原価が70円なんで、1085円の利益になったよと。現時点の最安値で売ったとしても、1085円1個ね、売りにつき利益が出るよと、えー、いうことですね。で、これ分かったこと何がいいかっていうと、思ったより売れなかった時とかね、えー、回転数をさらに加速させたい場合ね、1500円、2000円で出してたんだけど、なんか思ったよりあんまり売れないなという時にセールやりたいとか、もっと安くして回転数を早くしたいなって、そういう時に1500円に下げても いいいっていう安心材料になるんですね1,500円で売ったとしても全然利益が1,000円以上出るからまあいいよねみたいなね。でさらにいくらで売ると損しないかっていうのを把握しておくとねさらにいいですね。損益分岐点ですね。 これは仕入れ原価70円で送料が195円でメルカリの手数料は10%なんでね。費用を全部足して手数料を割ると。これね、またちょっとパッと言われて計算式わかんない方もいると思うんで、またね、いざやるときにゆっくり止めてみてください。仕入れ原価に送料を足して、でメルカリの手数料を割ったらいいんですね。今回だったら70円足す195円割る0.9ね。 えするるとと円いう計算になるんでつまりまあ結果だけ言うと294円以上で売れれば損はしないっていうそういうことになりますねこれも売れなかった時の安心材料になりよと失っても労働力だけになるんでねで他にもいろいろと数字をシミュレーションして数字に慣れてみるといいと思います仕入れ原価を高くしてみたりとか原価が100円だったらどうなんだろうとか800円で売ったら利益はどうなるんだろうとかね500円の時はとかえ仮に2個セット売りにしたら利益はどうなるんだろうか何パーセントオフにできるんだろうかとか何が変動したら利益がどのぐらい 下がるのか下がるのかっていうねこれをシミュレーションして数字に慣れていくとすごくいいと思いますで、えー、いきなりねもうとにかくえいやーって仕入れできる努力度胸のある方っていうのは必要がないかもしれないんですけどやっぱりこういうのを計算してるのとしてないのとでね仕入れに対するね、えー、本当に構え方っていうのが全然違うんで不安感がコントロールできるんじゃないかなと最悪このぐらい損すればいいだけだとかね思ったらやっぱりそういうのってこう仕入れる時に、えー、心理的なこう安心材料になると思うんでね で、利益がこれで出る商品だなって思ったら、えー、ステップ4の輸入に進むわけですね。今回の商品だったら、えー、利益が出そうなんで、えー、ステップ4の輸入に進んでみましょうと。ね、代行業者を使って、えー、仕入れるわけですね。で、このアリババからなんで、今回輸入するのね。 ね、輸入するのに代行業者を使わないといけないんですね。理由は一番最初に話した通り語学の問題ですね、まず。基本中、工場っていうのはね、えー、中国語だけっていうところがほとんどなんで、それから品質の問題ですね。仕入れた商品は不良品な場合とかも多くあるんで、不良品のまま中国の国外に出ちゃうと返品が効かないんですけど、えー、代行業者を使えばね,ね、工場と交渉してくれたり、えー、商品到着したら不良品がないか検品してくれたり、で不良品の場合は返品してくれるし、えー、ニーズに合わせて商品のね、日本語の説明書を作ってくれたりとか、えー 服のタグを付け直ししてくれたりとかアマゾンに直送できるようにアマゾンの商品ラベルを貼ってくれたりとかね、そういったことを結構かゆいところに手が届くことをしてくれるんだよと。で、じゃあ実際に代行業者を使って輸入するにはどうしたらいいのかって具体的な方法なんですけど、アリババとかタオバオでやることっていうのがあって、えー、ちょっとめんどくさいんですけど、まずね、アリババとかタオバオで購入する商品のページを検索してほしいんですよね。これスマホでやってる場合ですけど。 で、アリババのアプリからリンクを抽出してほしいんですね。シェアボタンと。えー、実際、アリババで、えー、仕入れる商品をアプリで開くわけですよ。さっきのね、このオープンハートネックレスを開いて、で、ここの、えー、丸がついてるね、共有のとこなんですけど、この丸がついてるところのこのアイコンをタップしてほしいんですね。で、次にリンクをコピーしてほしいんですよ。えー、丸がついてる箇所です。えー、さっきの、えー、ここの丸の部分を、えー、タップしたら、次に、今度と次のページでね、ねこのコピー。 この丸のところを押してほしいんですね。そうすると、リンク、この URL っていうのがね、この商品の URL が簡単にコピーできるんですね。で、このコピーしたリンクをパソコンに転送してほしいんですよ。チャットワークのマイチャットとか使ってもいいですし、パソコンと同期してるメモ帳でもいいし、まあ、メールの下書きとかなんでもいいんで、要はスマホからパソコンにコピーした URL を転送できたらなんでもいいわけですね。で、こっからパソコンを使ってほしいんですけど、代行業者を使うんでね。 えー、パソコンを起動して、えー、スマホからパソコンに送ったリンクをブラウザで一度開くと、えー、いうことですね、えー、モバイル用のリンクっていうのをパソコン用のリンクにするためですね代行、えー、業者のサイトがモバイル用のリンクを読み込んでくれないんで、えー、こういったことをしないといけないんですねでちょっと頭がちょ、まあ、よくわからなんちょっと待ってちょっと待ってと何してんのよくわからへんっていう方ね出てくってると思うんで要は何をやってるかっていうと、まあんまり考えてもらわなくても言った通りにここはやってもらえたらいいんですけどあんまり理解できないという人はねもうとにかくこれやってください、えー、仕入れたい商品をまずスマホで検 検索するでしょで仕入れたい商品の URL をスマホでコピーするわけですよ。この URL をコピーすするんですで代行業者へはパソコンじゃないと発注できないんですよ。 スマホからできないんです。なんで、えー、仕入れたい商品の URL をパソコンに転送するんですね。この人、さっきのオープンハートのネックレスの URL をパソコンに転送すると。で、えー、パソコンで一回仕入れたい商品ページを開くんですよ。そうしたときに URL が変換されるんですね。今まで、えー、スマホ用の URL で開いてたんですけど、これがパソコンで一回開くことによって、えー、パソコン用の URL に変換されるんですね。じゃないと、これをしとかないと、えー、代行業者がさっきのスマホの URL だったら 対応してくれないんですよ代行、えー、業者のホームページで仕入れたい商品を入力するっていうこんなことをやってるんですね。まあ、次の解説で、えー、もうちょっと意味わかるんじゃないかなと思います。えー、大業者いざ発注ですね で業者はたくさんあるんですけど、固定コストがかからずに手数料が5%以内。で、日本語が堪能ということで、僕のおすすめはね、このラクマートっていうね、この業者をおすすめします。結構ね、使いやすいんで使ってる方多いんじゃないですかね、ラクマートね。ね3つの条件を満たしている業者なんでね。で、このラクマートの使い方です。さっき当てたことが生きてくるんですけど、まずパソコン用のリンクね、これを検索欄に貼り付けてほしいんですね。 えー、さっきの,あのコピーしたやつです、えー。スマホから送ったコピーした、ね、やつはパソコン用のリンクを最後ね、えー、検索欄に、このラクマートの検索欄に貼り付けてほしいんですね。さっきのリンクです。で、えー、数量を入力して、そうすると出てくるんで、さっきの商品がね、ねちょっと変わってますけど、えー、さっきの商品が出てくるんで、えー、数量を入力して購入ボタンを押してね、えー、で、カートに入れると。 いうことですね何個買うかを、えーまあ、楽天とかと一緒ですよね。何個買うかを入力して、ね、購入ボタンを押してカートに入れると。で、この時点ではカートに入ってるだけなんで、えー、注文は未確定ですよと。で、この買い物かごのと,ところをね、押して、買い物かごページに行きます。この辺、楽天とかアマゾンとかも一緒ですよね。で、えー、購入した商品を選んで、送料の見積もりですね。送料の見積もりを行うんですね。えー、この際に、えー、商品の価格っていうのも工場に聞いてくれるんですね。この代行業者がね。なんで、あとは業者の返答を待つのみと。えー、そううい とことになりますすす、えー、返答があれば発注するるかかどうかを決めるんですね、えー、この時点では必ずしも買う義務っていうのはないんで安心してください送料が思ったより高い場合とかキャンセルしてね再度リサーチを行うってことも可能なんででこの時点で日本への国際送料っていうのも見積もってもらうんですねこれ業者に伝えないとやってくれないんで要注意と日本への国際送料も見積もってよって日本語通じるんでここね なんでそれも聞いいてくださいであとは、えー、発注すれば、えー、輸入するまで終わりです。商品が無事に届くのを待ちましょうってことでね。えー、この辺、楽マーとちょっと分かんないとこもあったかもしれないんですけど、日本語対応してるんで、えー、分かるとね、多分分かると思います。ね、順番にやってもらえたらね。えー、それから検品オプションをつけた方がいいかどうかって聞かれるんですけど、中国の商品はだいたい 1%, 1パーから2%パーぐらいの確率で不良品が発生するんですね。でクレームを避けるために、えー、壊れやすいものとかアパレル系のものとかは、えー、この有料検品オプションというのをつけた方がいいと思いますねで。それから仕入れの個数についてですね。 初回は5、6種類ぐらいの商品を準備しようと。えー、1個あたりの送料を下げられるんですね。なんで、1商品あたり4個から5個ぐらいをお勧めしますと、えー、いうことですね。まあ、5、6種類ぐらいの商品準備して、えー、で、1商品あたり4個から5個ぐらいね、えー、まずは仕入れてみるというのがいいんじゃないかなと。最小ロットで十分なんでね。ね販売効果の検証とかも兼ねて、1個とか2個だったらさすがにちょっと売れたかどうかなんで売れたのかとかの検証がちょっと取りにくかったりするんで、まあ、4個5個ぐらい仕入れてみてね、やってみるといいんじゃないかなと。あくまで目安だし、 実際は各自の、ね、予算と相談してもらえたらいいと思います。で、次に、じゃやっとこれで輸入できたと、輸入した商品どうやって売っていけばいいのっていうのをね、えー、紹介していきたいかなと思います。えー、次ね。 えここですね。えー、輸入して仕入れた商品はどこで売るのと。えー、これで商品を輸入できたわけなんで、この輸入した商品ね、どこで売ったらいいのってことなんですけど、これはね、イメージつきやすいと思いますね。えー、フリマサイトですね。もうこれでね、十分だと思います、初心者の方は。えー、メルカリ、ラクマ、ペイペイ、フリマですかね。えー、背取り初心者にはもうフリマアプリが圧倒的におすすめだよと。なんでかっていうと、コメントで値段交渉が行われるから相場感が養われるし、いいねの付き具合で、どんな商品に需要があるかわかるんでね。 で商品説明と写真の載せ方重要だよと。中国輸入は外箱の、ね、破損とかがある場合が多いんで、えー、説明文と写真にも記載しようねと。でそれから並行出品もいいよと、えー。メルカリだけとかじゃなくて、ラクマとか PayPay ペペフリマとかね、えー。そういったものに同時に出品するっていうのも売れやすくなるよと。ただ、もし他で売れた場合には、えー、出品ちゃんと取り下げてくださいねと。在庫ある場合はいいんですけど、あの無在庫販売って見なされてアカウント凍結のリスクがあるんで、えー、在庫がもし1個しかないんだったら、3つのとこで売ってね。 3つのとこで出品して、で、3つとも売れちゃった場合に困ることになるんで、えー、この辺はちゃんと取り下げようねと。1個売れたら残りのとこから取り下げようねと。い、え、う、ー、ことですね。それから、えー、ヤフオクですね、えー。これも初心者、中級者向きです。ヤフオクに慣れてる方だったらこっちでも OK ですけどね。使い方はフリマと同様なんでね。ねフリマより男性向けで、どっちかと,いうと年齢層が高めで30代からっていうね。えー、そんな感じの客層ですかね。それから、アマゾンが中級者向きです、えー。中国輸入プライベートブランド販売とかね、ODM とか OEM って呼ばれるんですけど、まあ、例えば、アリババ で商品をカスタマイズして、えー、注文するとこれが OEM っていうんですね、えー、特注のためロット数が大きくなりがちで小さい商品とかだったら大体100個以上とか発注しないといけなくなっちゃうんですけどまあカスタマイズして注文すると。 で、商品をカスタマイズせずに既製品をね、えー、注文すると、これが ODM っていうんですね。えー、既存品なんでロット数が少なくて済むんですね。だいたい2個ラーとか。まあ大体こんな感じって覚えておいてもらったらいいです。仕入れ先自体は同じアマ,アマゾン o n やアリババとか一緒なんですけど、特注かそうでないかっていうので覚えておいていただけたらね、えー、嬉,しい嬉しいというか、わ、えー、かりやすいかなと。で詳しくこの辺の Amazon での売り方とか、えー、こういうプライベートブランドっていうのは、えー、詳しく解説していくとキリがないし、難しいんでね、今回は割愛します。えー、初心者 フリマからでいいいと思いますねただこういう世界もあるんだって、えー、知っといてもらえると今後のね、えー、部分なんで需要があれば今後配信していきたいかなと。 で最後がね、ウェブショップですね。これはまあ中級者か上級者向きで、えー、ベースとかバイマーとかね、まあ、シ,ョッピショップのファンがつくと売れるんですけどね、リピーターもつくし、ただこれ集客が難しいんで、センスがないと難しいんでね、えー、初心者の方は最初やらなくていいと思います。で要は、たくさん売る場所はあるんですけど、初心者はね、リサーチしたプラットフォームで売るっていうのが、えー、無難かなと。メルカリで調べたんだったら、メルカリで販売してみましょうと。えー、そういうことですね。 でさらに、売りやすくするための販売戦略についてと、えー、まずターゲットを把握しようねと、誰に売りたい商品なのか、男性なのか、女性なのかとかね、年齢層はとか、今回のネックレスだったらターゲット女性じゃないですか、で大体年齢層10代から20代ぐらいかなと、でこの方たちがね、活動している時間に合わせて、えー、出品値下げするといいと思います。メルカリの使用上ね、出品した瞬間に上位表示されるんですね。えー、値下げした時とかも上位に表示されやすいんですよ。でターゲットの目に入りやすくなるから、えー 20代女性のターゲットだったら6夜の6時から23時とかがメインだし20代の女性ターゲットだったら活動時間がねまあ24時ぐらいまでとかねで20代の女性ターゲットかつ主婦だったら活動時間が8時から18時が一番こういうものを見てるとかねまあ最も売れる時間帯を選んでいこうと、えー、そういうことですねで注意点として売れる時間帯だからって言って同じ商品を大量に出品しないようにしようねと メルカリで全く同じ商品の出品は1日2つまでにしようねと、えー。なんでかっていうと、これね、違反ではないんですよ。違反ではないんですけど、メルカリっていうのは業者を嫌うんですね。別に違反行為はしてないんだけど、メルカリってね、業者を嫌ってるんですよ。一般人向けのプラットフォームを作りたいからですね。で、同じ商品を1日何十個も出品されると嫌なんですよ。あからさまな一般人の使い方じゃないんでね。えー、だから時にはバンされたりすることもあるんで、消されアカウント消されちゃったりとかね、えー、そういったこととか、なかなか上に上がってきにくくなるとか、 そういったことも聞いてるんで、えー、プラットフォームとはね、やっぱり仲良くやりましょうと、えー、そういうことですね、お互いまあいいところで仲良くやろうと、そういうことですね。で、それから差別化の検討。 えー、ターゲットに合わせて画像を加工したりとかね、例えばですよ、えー、特にトップ画像を目立たせるっていうのが目的で、すごくね、トップ画像ってやっぱ見られるんで、えー、好みのフォントを使って、1枚目に商品の特徴を追加したりとかね、送料無料とかって書いたりとか、えー、こういったもの無料アプリでできるんで、1回使えば使い回せますしね、仕入れ先の画像っていうのはそのまま使ってもいいんですけど、やっぱりね、アカウント消されないために必ず実画像を1、2枚混ぜておきましょうと。なんで消されちゃうかって言ったら、無在庫販売してるんじゃないかって思われないためにですよ。拾ってきた画像とか だだけだったら、えー、無在庫販売ななんじゃないかって疑われちゃったりするんでねちゃんと自分で取ったものも載せようねと。で説明文を工夫しようと、えー。売れてるライバルの説明文を参考にしたりね顧客目線の分かりやすい構成にしようねと。過剰書きにしたりとかね。えー、見やすくしようねと。それからハッシュタグつけようねとね。シャープネックレスとかね。ダイヤモンドとか。もちろんここは工夫したらいいんですけど。そういうハッシュタグで検索される方も多いんで。えー、この辺ね、えー。考えていこうと。 工夫しよううとということですねそれからセット売りを検討してみようとか例えば、えー、ネックレスとアクセサリーケースとかねちょっとでも違うと全く別の商品として売り出せるんでちょっと頭をひねって考えてみるっていうのが、えー、すごく大事になってくるんですね、えー、顧客の使用シーンを想像してみるといいかもしれないねと、まあ、例えばセット売りですね上級編ですけど、えー、ネックレスとアクセサリーケースとかね、えー、これ関連性高いですよね えー、だけど、えー、こうやってねネックレスとアクセサリーケースをセットで売ることによってより売れやすくなったりとかするんだよとただし、えー、ケースはかさばるから持ち運びが難しいかもねって思った時に女性のカバン小さいからとかって想像していくわけですねそれだったら持ち運べるようにアクセサリー袋にしてあげた方が喜ぶ人がいるかもしれないよねとかね,ねこれだけで受け取るイメージって違うじゃないですかだから同じ商品で同じ値段で他のね戦うんだったら他のライバルと戦うんだったら付属品がある方かない方かお客さんだったらどっちを選ぶかってのはメ 明確ですよねこれはもうあくまで一例なんですけど。でアイディアは、えー、無数にあるんでね。 ただ、最初から難しいんで、友達にアンケートを取ったりとか、ファッション雑誌参考にしたりとか、こうやって頭使っていこうねってことです。えー、他にもね、えー、プレゼント風に包んでみたりとか、えー、こうやってクリスマスとかバレンタインとかね、ホワイトデーとか、えー、デパートが年がら年中ギフト用ラップを用意しているのと一緒のことですよね。もう送料が上がったりとか、箱代がかかったりとか、もちろんするんですけど、えー、格段に売りやすくなるんでね、えー、利益とね、相談しながらこの辺考えてもらえたらいいんじゃないかなと思います。でコツは、関連している商品を見つけることですね。例えば ペンとノートだったらセット売りしてもいいけど、無理やりセットにしちゃいけないですね。ペンと洗濯バサミをセットにしたって誰も買わないんで、こういうセットの仕方はダメだよねと。で、他には2個セットにして売ったりとかね、2種類のアクセサリーをネックレスをセットで売ったりとか、その分価格を若干安くしたりとかお得感あっていいですよね。で、プロフィール欄にまとめて購入で割引ありとかって書くのとかも結構有効なんで、こういうのもね、考えてもらえたらいいかなと思います。で、次にリサーチは芋づる式がおすすめだよと。 ね、何か商品を見つけた場合、その商品をね、売ってるライバルのページに行って、他の商品も見てみるといいですよと。ね、売れ筋商品を真似るってことですね。えー、リサーチして、えー、違う出品者の商品も見て真似るの繰り返しですねで。気になる出品者がいたら、必ずフォローしてライバルの売り方っていうのを長期的に観察していくと見えてくるところあるんでね、参考にしてほしいと思います。で、えー、こんな感じでやってきましたけど、まあ実際どのぐらい利益は出るのと、えー、出してる人たちがいるのってことなんですけど、僕の友人2名のね、えー、事例です。まず A さんですけど、 え2、3ヶ月のこの中国世撮りですね、中国輸入世撮り、2、3ヶ月の実践で、えー、月4、5万円の利益を実現されていると、主婦の方らしいですけど、えー、月の仕入れは8万から10万前後と、で、利益率は40%から50%ってね、えー、フリマ販売でアクセサリーに特化と、えー、フリマ市場は女性ユーザーが多いんでね。 それからね、B さん、えー、ですけど、セドリ初心者で中国輸入は初月で10万円の純、えー、利益と、セドリの初心者から始めてね、中国輸入初月で10万円で今ね、50万ぐらい上がってるって言ってたかな結構上がってましたね。 で仕入れに使った金額は8万円くらいと、ほとんどがアリエキスプレスで仕入れててね、えー、フリマサイトで販売してるよと、えー、人気商品と、えー、新規開拓の2本立てでね、ね利益でいうと、人気商品60%、新規開拓40%ぐらいでね、えー、人気商品は回転率がいいと、商品の閲覧数が多いし、えー、新規の開拓商品というのは利益率がいいんでね、ライバルがいないんで、えー、自分の出品価格が相場になると、は、ね、じめは高値で販売開始して、許容できる回転率になるまで、えー、徐々に値段を下げて価 調整してていってるとこんなこと言ってましたねで。比率を変えればキャッシュフローもコントロール可能だしってっそんな感じで言ってました。で えー、この方はジャンルを絞らずいろいろ仕入れてるらしいですね,ね。何が売れるかっていうのはもう試してみないとわかんないんで、思ったより売れ行きが悪かったらもう小さい利益率でもうさっさと裁き切ると、えー、こんな感じでね、聞いた時は話してましたね。えー、で、まあいろいろ話してきたんですけど、えー、やっとまとめですね。もう喉もだいぶ枯れてきましたね。皆さん長かったですよね。えー、で中国輸入セドリーっていうのは思ったより簡単なんだよと、夢もあるっていうことですね。ほんとね、 この中国輸入せどりってね、夢あるんですよ。僕の周りの友達とかでも、やり出して割とすぐにね、出てるし、国内の仕入れぶりも簡単な部分ってあるんですね。計算方法とか、ちょっと難しい時もあるんですけど、でも、本当にライバルがまだまだ少なくて、えー、市場も大きいしね、仕入れれる商品の種類も多いし、本当にね、えー、いいと思います。場合によっては楽天ポイントせどりとかよりもはるかに簡単ですしね、えー、やってること自体はシンプルなんですよ。日本のフリーマーアプリで売れてそうなものを中国から仕入れて売ると。 えもしくは中国から売れてそうなものを仕入れてフリーマーアプリで売るっていう、もうたったこれだけの話なんですよ。えー、代行業者があるから中国語ができなくても OK ですしね。で、実際僕の、えー、初心者の友人でも、このね、動画の下書きをね、見せたんですね。このマップだけ見せて。で、リサーチしてみたら、半日で儲かる商品を見つけちゃったと。えー、日本で探すよりはるかに利益商品を見つけやすいっていう感覚でね、本当に品数が多いんで、いろいろ調べていったら無限に儲かる商品あるんですね。 なんで、えー、この動画をね、しっかり見て、えー、やっていけばできますと。えー、もうくれくれも悪質なね、情報商材とかね、えー、工学塾とかに気をつけてください。初心者がそんな工学商材に手を出すっていう必要もないですから。えー、で、えー、最初はね、フリマアプリから慣れて、 で、徐々にね、えー、Amazon で販売したりとか、オリジナル商品とか開発していったりしてもいいと思いますしね。えー、で、過去のセドリ動画っていうのも参考にしてもらえると、a z o n でのね、解説、Amazon の売り方解説とかいろいろやってますんで、これも参考になるんじゃないかなと思います。この辺のね、セドリ動画過去に2本出してますから、これもね、結構大作でしたけどね。 で、それでも、さらに質問があるって方いらっしゃると思うんですよ。ちょっとね、学長の説明でちょっとわかんないとこあったとか、ね、そういう人もいると思うんですよね。えー、そういう人はね、リベダイユるコミュニティありますから、無料ですから、えー、中国輸入セドリチャットっていうのがあるんですね。でそれ以外にも、楽天ポイントセドリチャットとか、セドリチャットとかね、いろいろありますんで、ここで、えー、質問してもらえたらやってる先輩たちが結構教えてくれるんでね、えー、ぜひぜひね、最低限のルールだけありますけど、そこだけしっかり読んでもらったら、えー、たくさんみんな協力してくれると思いますから。で、今回の動画を作るにあたっての協力者ね、えー、2名。 紹介したいいと思いますまず1人目が岡優さんですね。普段からね、非常にね、多大なギブいただいてるんですね。もういろんなこと手伝ってくれてるんですよ。えー、皆さんに背取りの楽しさを知ってもらいたいって言ってね。 もう普段からいろんなセドリチャットとかで、えー、初心者の分かんないという質問とかにもね、ほんと親切にね、答えてはりますね。で、コンサルとか、えー、情報商材とか今後売るなんていうつもりももう、も頭ないよって言ってね、岡井さんのツイッターありますけど、えー、参考にしてみてほしいかなと思います、えー。この動画の概要欄からね、飛べるようになってますんで。で、それからもう一人が、えー、ごまちゃんですね。 えー、初心者から始めて、もう数ヶ月で50万以上稼いでると、えー、これだけ共通の理念で集まる仲間が増えて嬉しいってね、リベダイのういるコミュニティも大好きみたいな、協力したいって書いてね、えー、すごい言ってくれてね、今回のね、マップ作るのにもいろんな情報をくれたんですよ、本当にね。えー、本当にね、もう二人ともありがとうございます。この二人ともね、コミュニティ内の、えー、中国輸入セドリチャット、まあセドリチャットいらっしゃいますけど、二人ともね、コミュニティ内にいるんで、えー、どうしてもね、えー、ここ聞きたいっていうのは丁寧に聞いたら教えてくれると思いますから、えーねえー、ぜひ遊びに来てほしいと思います。っていうことで、 もうほんと長くなったんですけどね。 えー、知って行動したら人生変わるんだよと。えー、中国輸入もね、えー、小学から始めたら数千円でもできるんですよで。やってみて失敗したって知れてるじゃないですか。えー、何よりね、経験が本当財産になりますしね、えー、たとえこれで儲けれなかったとしても、えー、自分の欲しいものが相場の何割も安く買えるようになっちゃったとか、えー、実際物ってこうやって、お金ってこうやって稼ぐんだって、たとえ数千円でもね、物が一切売れないってないと思うんで、何か仕入れて、多少赤字になっちゃったとしても、本当に一個も売れなかったってね、まあそうそうないと思うんで、 本当にね、もう経験が財産ですから知識にもなりますしね。 で本当にね、もう行動しないと人生変わりませんよと、こうやって言ってもね、でもでもでもってできない理由ね、言う方いらっしゃるんですけど、そんなこと言ってたって人生変わんないよと、行動しないと人生変わらないですからね、もう今日が一番若い日ですから、えー、チャレンジしていきましょう、あの本当にね、40代でも50代でも、えー、本当に大学生の子でもね、本当に稼いでる子、これ見て、こういう動画見て稼いでると、翌月から稼いでるなんて子いっぱいいますからね、えー、なんで、えー、行動していきましょうと、チャレンジしていきましょうってね、1回しかない人生ですからね。 と、えー、いうことで、本当に長くなりました。もう喉も完全に枯れてますね。ちょっと聞き取りづらいところとかもあったんですと思うんですけどね。えー、何か、えー、皆さんにちょっと役立てばということで、皆さんの人生がね、この動画で一歩でも、えー、豊かになってくれたら嬉しいです。ということでね、本当に、えー、ご清聴ありがとうございました。